ウクライナで中国への失望感広がるアメリカ元国家安全保障顧問が警告 5G でアメリカが中国に優位性を奪われる中国による韓流コンテンツへの著作権侵害が倍増中国でも定年延長へ。 皆様こんばんは3月11日の d ニュース小島千里がお伝えします2月から3月にかけて咲く花といえば梅の花ですよね今年は平年より遅く開花を迎えました私は今東京にある湯島天満宮さんを訪れています ここ、湯島天満宮は湯島天神とも呼ばれ学業成就にご利益があるとして年末は受験生が集うことでも有名ですが梅の名所としても名を馳せています梅の花といえばまだ寒さが厳しい時期に愛らしい花を咲かせ春の訪れを知らせてくれます梅は中国原産の花木で朝鮮半島を経由して日本に渡ってきたといわれています 小祝媒と言われるように梅は古来よりめでたいお花とされ縁起が良いとされてきましたまた令和の元号も梅の歌に由来しています万葉集に収められている「初春の霊月にて清く風和らぎ梅は狂禅の弧を開き蘭は背後の弧を香らす」という歌から令和と名付けられました 花の美しさは時代を超えて人の心をつないでいくのかもしれませんね。ここ天満宮で祀られている菅原の道真は梅と深いつながりがあります。その昔、道真が太宰府に左遷を命じられました。すると後を追うように庭の梅が飛んでいき、太宰府に根付いたという伝説が残されています。これにちなんで境内には梅が咲いています。 由島天満宮では梅が約300本栽培されており、その8割が白梅です。ところどころ桃色の梅や赤色の梅が咲いており、可愛らしい色合いで楽しませてくれます。皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。ニュースをお伝えします。 ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中、アメリカ紙ワシントンポストは9日、ウクライナでは戦略的パートナーシップを結んでいる中国が強力な支援を行っていないことに失望感が広がっていると報じました。ウクライナは長年にわたって重要な軍事技術を中国側に提供するなど、両国は互いに友好的な関係を築いていました。 報道によるとロシアによる侵攻後ウクライナ政府は中国の近代的な軍隊の構築に貢献した国として中国に助けを求めたといいます同報道は中国とウクライナが旧ソ連崩壊後に協力を進化してきたと述べています 1989年中国当局が民主化を訴える学生や市民を武力で鎮圧したことで西側諸国から武器を購入できなくなった際中国当局に高度な軍事技術を提供したのはウクライナでした一方のロシアは競争上の理由で中国に軍事技術を提供しませんでした中国政府系メディア環球網は2014年1月の報道で ウクライナがなければ中国は国防上の成果を得られなかっただろうとの見方を示していますしかしウクライナが近年欧州の軍事同盟である北大西洋条約機構 NATO への加盟を目指していることにより中国当局は同国と距離を置くようになったとワシントンポスト紙は指摘しています中国の王毅外相は7日の記者会見で ロシアは中国の最も重要な戦略パートナーであると強調し依然としてロシアの行動を侵攻とは認めない姿勢を示しています同外相は各国の主権や領土保全を尊重し保証しなければならないと述べたもののロシアとウクライナが対立する原因はアメリカと NATO にあるとしています続いてのニュースです 次世代通信網 5G をめぐりハイテク技術を駆使して監視社会化を進める中国の台頭が先進諸国のの安全保障上の脅威となっています。先週、ホワイトハウスの元高官が講演を行いアメリカがグローバル規模の 5G インフラ開発をリードしその利用規範を確立するためには中国共産党との激しい競争は避けられないと指摘しました。 トランプ政権時代に国家安全保障顧問を務めたロバート・オブライエン氏は4日、アメリカシンクタンクハドソン研究所のオンラインイベントに出席し、講演を行いました。同氏は、中国当局は技術生産能力を経済的、戦略的優位のために活用しようとしていることを、自ら何度も証明してきた。近年の習近平と中国共産党を見れば、 彼らにこの重要な産業をリードするに値する信用などないことは十分に理解できると述べました。またオブライエン氏は 5G は今後数年間でアメリカ経済に5000億ドル、57.9兆円以上の貢献をすることになると述べたほか、安全保障上の問題を抜きにして 5G を扱うことはできない。グローバルな通信網とテクノロジーは国家間の重要な競争分野だとし、 5G をめぐる覇権争いが、米中競争における中心的位置を占めていることを確認しました。5G では負けていないにしても、アメリカは確実に優位性を失いつつあります。オブライエン氏は10年ほど前には自家総額で、世界トップ10のハイテク企業のうち中国企業は2社だけだったと言いますが、2018年にはうち9社を中国が支配するまでになりました。同氏は、 中国政府や中国共産党から独立した中国企業がないことを示す十分な証拠がある。中国共産党が世界のテック業界を支配する役割を担うことを許してはいけないと話しています。オブライエン氏はこの競争に負けるわけにはいかないと述べ、5G をめぐる米中競争が技術分野における産業基盤の優位性を獲得し、 将来の情報利用を支配するための大きな闘争の中の重要な一戦であることを強調しました。ニュースを続けます。韓国の文化体育観光部によると、中国の消費者による韓流コンテンツへの大胆な著作権侵害が2016年から倍増しているといいます。2017年以降、韓国のエンタメ業界では、 中国の消費者による著作権侵害が横行し、コンテンツメーカーは頭を抱えています。韓国の日韓誌国民日本が同国の文化体育観光部のデータを引用して報じたところによると、中国側による韓流コンテンツへの著作権侵害は、ここ5年間でほぼ倍増したとのことです。これに対して主要野党国民の力のテ・ヨンホ議員は、 政府の中国に対する生ぬるい態度が中国での無謀な著作権侵害を助長しているのではないかと懸念しているとコメントしました。ことの発端は中国当局が韓国のテレビ番組や K-POP のミュージックビデオの配信を中国国内で禁止したことにあります。こうした取り締まりは韓国がアメリカ陸軍の開発したサードミサイルを配備したことへの報復として実施されました。 以来韓国は中国における数十億ドル規模のエンタメ市場を失ったとされています。現在中国の視聴者はウェブを通じて、韓流コンテンツを違法に入手しているといいます。昨年10月6日に韓国の国会で行われたプレゼンテーションで、韓国の駐中,中国大使であるチャン・ハソン氏は、動画配信プラットフォームネットフリックスで大ヒットした韓流ドラマ、イカゲームが、 60以上に及ぶ中国のウェブサイトで違法に放送されていることを指摘しています。次のニュースです。中国では高齢化社会の進展により近年深刻化している年金財政危機を緩和するため国民の定年退職年齢の引き上げが始まります。先月21日、中国国務院は 定年退職の段階的な延期を実施すると発表し、中国の高齢化が急速に進んでいることを認めました。近年中国では高齢化が喫緊の課題となっています。国家統計局が1月17日に発表したデータによると、2021年末時点の年齢別人口は、16歳から59歳までの労働年齢人口が、総人口の62.5%を占めています。 65歳以上の人口は2億560万人で、総人口の約7分の1を占めました。政府の正式な法規改正に先立って、トン省と高祖省は、それぞれ1月と3月に段階的な延期の第1弾を実施しており、公式文書では定年退職を延期する期間は最低でも1年以上と規定されています。現在中国の退職年齢は原則として、 男性が60歳、女性幹部は55歳、女性従業員が50歳と定められています。これは世界で最も早く、多くの先進国の平均である64.2歳よりはるかに早いです。中国共産党が政権を握って間もない1950年代、中国の平均寿命はわずか35歳であったため、定年が50歳から60歳であることは、 必然的に死ぬまで働くことを意味していました。中国人の平均寿命が伸びた今、中国当局は定年退職年齢の見直しを図っています。中国国家衛生委員会が発表したデータによれば、2019年の中国国民の平均寿命は77.3歳に達しています。日本在住の中国問題研究家、賀一丹氏は、定年を遅らせることは、 年金基金の危機と関係があると大紀元に語りました。同氏は2017年中国の年金基金残高は自国の GDP の10.3%に過ぎないが同時期のアメリカの残高は自国の GDP の160%に達していた。この対比は中国当局者の腐敗の度合いを示している。中国共産党は中国国民に説明するべきだと述べています。 最後の話題です。現代の大量消費社会では、つい必要以上に多く追求してしまいがちです。いつの間にか物を溜め込んでしまうと、手入れが行き届かず散らかってしまい、新たな焦りや不満のもとになります。漢方医学ではこうした心と環境の関係を人体構造と結びつけて理解しているようです。人体の消化器系は通常、 食べ物を取り込み、エネルギーや栄養素に変換し、老廃物を排泄するシステムとして理解されています。一方、漢方医学では、そのシステムが持つ精神的、象徴的な要素に焦点が当てられています。作家で中国医学、栄養学に詳しいダベリック・レゲット氏は、辞書、自己治癒の方法の中で次のように語っています。消化は食欲から始まり、 食べ物を選別し摂取すると、そこから有用な物質が必要な場所に運ばれて保存され、使われないものは排泄される。思考回路も同様で、知識を得たいという欲求から情報を吸収し、それをフィルターにかけ分類する。すぐに使えるものはすぐに使われ、残りは将来のために保存され、無関係な情報や無駄な情報は忘れられていく。 他にも、作家でハリ療法師のリン・ジャフィー氏は、自身が施術を行う人の中に、身の回りの整理整頓に苦労していると同時に、体重の問題にも悩まされているケースがよくあると指摘しています。肥満、心配症、散らかり。それらはいずれも何らかの自由な流れが停滞している状態の現れです。太りすぎは水分組織の滞りであり、 心配事は感情の滞り、そして散らかりは環境の滞りだと言われています。何かがうまくいかないと感じたときは、良い触習感によって消化器系を整えてみましょう。あるいは、環境から変えていくのも良い方法です。身の回りがスッキリすれば、停滞感が解消されます。小さなことからで大丈夫です。毎日10分。 15分と時間を決めて散らかったものを片付けますそうするときっと心身ともに自由な流れが生じて多くのことをこなせるようになりその変化に自分でも驚くことでしょうニュースは以上です11年前の今日は東日本大震災が発生した日です2011年3月11日午後2時46分 東北地方太平洋沖を震源地とする大規模な地震東日本大震災が発生しましたこの地震は高さ10メートルを超える大津波の発生や福島第一原発の事故など未曾有の被害をもたらしました11年が経った今私たちにできることは震災で学んだことを生かし後世に伝えること 犠牲になった方々を思い弔うことなど様々なことができます。一人一人がこの日を忘れず考えていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。